こんにちは、かなえさん。こんにちは。天気良くてよかったです。はい、本当に今日は天気良くて、ちょっと今、曇ってきちゃったんですけど。とんでもないです。今もうすごい楽しみに皆さんしていただいていて、250名ぐらい見ていただいております。ありがとうございます。はい、今日は、はい、ぜひあの、プランナーさんとしてご自身の自己紹介と、あと、式場の、はい、簡単なご紹介をまずいただけたらと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私、アニベルセル港未来横浜でウェディングプランナーをさせていただいております、金井彩香と申します。今日は、ご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。で、まず、アニベルセル港未来なんですが、日本全国にアニベルセルって13会場あるんですね。うんうん、で、その中でも一番新しい会場になります。うん、もう今まで何万組も結婚式お手伝いさせていただいた中で、まあ、実際卒花さんやスタッフの声でもうアニベルセルの結婚式もっとこうだったらいいのになっていう声を反映させた実は集大成な会場になります。なるほど。はい。あとはもう何と言っても憧れの式場っていうふうにコメントいっぱい来てます。あ、本当ですか。はい、嬉しいです。今日そんな大好きな会場を紹介させていただきます。はい、よろしくお願いします。まず今からどこに立っていらっしゃいますか。ですね、私、ゲストの皆様の、入ってきていただく、はい、あ、ごめんなさい。入り口部分に、はい、うんうん、におります。うん。実際、素敵ですね。ありがとうございます。で、ちなみに私、ちょっと今、はい、外観の写真として、後ろ、私のここの横ですね、ちょっと入れさせていただいたんですけど、もう、みなとみらいといえば、象徴的な観覧車があると思うんですけど、はい、すぐですね、あ、そうなんです。こんなすぐ近くに観覧車もありまして、なので、みなとみらい駅から徒歩5分という好立地ではあるんですが、遠方のゲストの皆様もこの観覧車めがけて来ていただければもう間違いなく到着できるかなと思います。なるほど、ありがとうございます。はい、もう迷わなそうですね。ありがとうございます。すごい、さすが兄嫁の皆様、卒花さんがですね、コメントがすごいです。ありがとうございます。もうすごい、昨年挙式しましたがめちゃくちゃ溢れてます。今、あ、本当ですか。ありがとうございます。今日は一緒に思い出に浸りながら見ていただければ嬉しいです。多分私より卒花の皆さんの方が詳しくていらっしゃると思うので、ぜひコメントで助けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、で今歩いてるところなんですが、実はすぐ入り口のエントランスが見えないようになってるんですね。うん、はい、でこれは結婚式って一生に一度の特別なお日にちなので、こんな感じで日常の空間から非日常の特別な世界へ進んでもらえるように欅道をこう両サイドに作って演出させていただいてます。なるほど。ちょっとこうもう特別な、みなとみらいは割とね観光地としても有名ですけれども、全然また異空間な雰囲気ですね。あ、そうなんですよ。ちょっとこう賑やかなところの日常ではなく、本当に一生に一度の場所として特別な空間を演出しております。で今映させていただいているのが正面の入り口なんですが、うんうん、当日は桜木町と馬車道から15分間隔で無料シャトルバスご用意させていただいておりますので、すごい、はい、お足元不自由な方でもご安心して来ていただけるかなと思います。うんうんうん、ゲストの皆様も安心ですね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと入り口の部分もですね、ちょっと音が入ってると思って、噴水があったりですとか、ちょっとこんな感じで、すごい本当にかなり広々としたこんな感じみたいな感じでもう大きく撮られてるんですね。そうなんです。ちょっとリゾートホテルのエントランスのように、うん、素敵ですね。非日常の空間を演出させていただいてます。では早速中に入っていけたらと思います。はい、お願いいたします。もう皆さん、卒花の皆様がここに帰りたいっていうコメントがたくさん来ております。本当ですか？嬉しいです。わー、すごーい。今、私、中に、ね、はい、入ってきまして、で、ちょっと見えますかね。はい。アニベルセル港未来が、うんうん。
実は、全く違うウェディングスタイルから選んでいただくことができるんですね。なるほど、はい、で右側のこちらオーシャンヴィラはですね、うんうん、海がテーマになっておりまして、披露宴会場一軒家貸し切りで、もう天井もとっても高くて開放感あふれる会場になってます。なるほど、はい、でメゾンという会場はアニベルセルって聞くと皆さんすごい可愛いみたいな印象を持ってらっしゃる方多いと思うんですけれども、うんうん、ちょっと大人っぽかったりカジュアルな印象をご用意している会場になってます。なるほど、はい、で本来であればもう全部の会場をご紹介できたらと思うんですが、今日はちょっと厳選してご案内できたらと思います。ちなみに会場数って全てでどれぐらいあるんでしたっけ？はい、会場は全部合わせて7つご用意させていただいているので。なるほど、それぞれコンセプトが、ね、はい、違うのでお好きな会場に必ず出会えるかなと思います。ありがとうございます。本当7つね、全部ご紹介できたらよかったんですけれども、今日はもう本当に金井さんおすすめというところと、はい、動線的な、ね、問題もあって、そうですね、どうにか1時間でできるだけを見せるということをやらせていただければと思います。ありがとうございます、はい、ではよろしくお願いします、はい、お願いします。ではですね、エントランス入っていただいてすぐ右手、左手にですね、お化粧室ご用意させていただいてます、うん、なるほど、化粧室のご案内もしていただけるんですね。ありがとうございます、はい、なので女性の皆様も来ていただいてすぐお化粧室、うん、ご利用なられる方も多いかなと思うんですが、はい、こんな感じで広々としたお化粧室をご用意しております。なるほど、ちょっと引いて見せていただけるといいか。いいですね、素敵ですね。壁の感じとかもよくわかります。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ホテルのようなおトイレですね。はい、うんうん、で女性の皆様がメイクを直していただけるようにこんな感じでメイク台も、すごい大きな鏡、はい、ご用意させていただいてます。ね、ちょっと靴を履き替えたり口紅を塗り直したりゲストとしてはしたいところですよね。そうですよね。うんうん、あ、石田さん聞こえますか？はい、聞こえます。大丈夫ですよ。 ありがとうございます。じゃあそのまままっすぐ進んでいきますね。はい、でその奥には左手にすぐクロークがありますので、トイレの香りがフルーティーってすごいあるんですけど、香りすごいいいですね。そうなんですよ。なるほど、アニメルサルはそれぞれの会場ごとにアロマを焚いておるので、とてもいい香りがします。はい、お届けしたい。でそのまま奥にですね、カフェがアニメルサルみなとみらい横浜はあります。奥の方ですね。すごいお庭、お外もすごい見えますね、はい、そうなんですよ。なのでみなとみらいの絶景のロケーションを堪能していただきながら、うん、カフェご利用いただけます。なので今卒花さんたちがたくさん見てくださってるっておっしゃってたので、すごい見ていただいてますね、うん、はい、でアニベルセルというのもフランス語で実は記念日っていう意味があるんですね。ゲストハウスの結婚式場って結婚式するとなかなか戻ってくる機会ってないイメージあると思うので、はい、うん、ぜひぜひまたちょっと結婚式を挙げた思い出の場所に戻ってきてもらえたら嬉しいです。素敵ですね。ちなみにこのゲストの皆様は、先ほど の、はい、エントランスから入っていただいて、こちらもご利用いただけるんですか？はい、例えば遠方の方ですと、うん、結構早めにご到着いただく方も、ね、うん、いらっしゃいます、うんうん、もちろんこの先ご紹介する控え室にカフェラウンジもご用意してるんですが、うん、アニベルセルのカフェでゆっくり過ごしていただく方も可能なので、なるほど、ぜひぜひお越しいただけたら嬉しいです。なんか観光地としてだとこう人がねたくさんいらっしゃるんですけど、早めにちょっとこう入られてここからの景観を観光されるのもちょっと楽しいですね、うん、ね、いいですよね、うんうん、やっぱり土日だとカフェって混んでたりすると思うんですけど、うん、結婚式専用の会場なのでゆったりお過ごしいただけます。素敵です、はい、
明日あげる予定だった花嫁さんも来ていただいてるんですね。延期かな。ぜひ今日このご案内見て楽しみに待っていただけたらと思います。楽しんでみてくださいね、はい、ありがとうございます。で、黒化の奥まっすぐ進んでいただくと、はい、ビラ側とメゾン側はそれぞれコンセプトの違うゲストの皆様の控え室ご用意させていただいてます。素敵ですね。こっちはですねメゾン側の控え室今ご紹介してます。うん、木目調がすごいこう高級感がありますね。そうなんですよ。フォレストメゾンという名前の通り、うんうん、ちょっと柱も一本の木をイメージして作っていたりとか、うんうんうん、もちろんメゾン側でもみなとみらいのオーシャンビューを堪能いただけるんですが、緑がたくさん多く感じられる会場になってます。こちらはビラ側だとまた全然雰囲気違うんですかね。はい、後でご紹介できればと思うんですが、はい、ビラ側は海がテーマになっているのでちょっと雰囲気の違った控え室になってますね。ありがとうございます。ではもう皆さん待ちきれない感じなのでどんどんご案内をいただけるだけいただく感じでしますが、はい、ありがとうございます。本当にファンがすごいですね。こんなにすごいです。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にすごいです。本来であればこのビラの控え室から、うん、ご親族様の専用のお控え室もあって、うんうん、そのままチャペルに進んでいけるようにはなっているんですが、はいはい、今日はちょっとショートカットして、はい、早速メゾン側の会場へご紹介したいと思います。ぜひよろしくお願いします、はい、もう本当に施設はもうあれですね、もう控え室からエントランスから全てがもう結婚式として何も遜色なく全てが丁寧に作られている感じですね。そうなんです、うん、でなおかつメゾンとビラ2つの会場があるので、はい、ゲスト同士がちょっと同じになってしまうのではないかっていうご心配をお持ちの方ももしかしたらいると思うんですが、うん、メゾンとビラそれぞれ控え室ご用意しておりますし、うん、結婚式の時間も1時間以上全部ずらしてご案内をしているのでご安心ください。じゃあ花嫁さん同士がこうバッティングとかなかなかない感じなんですね。はい、一切ないのでご安心いただければと。すごいですね。はい、思います。ありがとうございます。では到着いたしました。こちらがクテラスという会場になります。ありがとうございます。どこもすべて陽光がすごい差してますね。あ、そうなんです。窓がたくさんあるので光が差し込んで明るい雰囲気の会場になりますね。かわいい、かわいい、すごい。ここでドリンク振る舞われるんですか？そうなんです。アニプレセルでは、うんうん、ウェルカムパーティーというお時間をご用意させていただいていて、うんうん、はい、普通挙式が終わった後って披露宴始まるまで会場で待ってる15分20分のお時間ってありますよね。はい、そのお時間を、はい、お飲み物を飲んでいただきながらゲストと皆さんがご新郎ご新婦様も混ざっていただいていいのでお話ししたりとか楽しい時間を過ごしていただけるような形になってます。すいません、私も声が漏れちゃってそうなんだとか言っちゃったんですけど赤いストローはノンアルコールなんですみたいなことを教えてくださってて ありがとうございます。ビールとかアルコール大好きな方はそういったラインナップにもできますし、女性が多かったりアルコールあまり飲めないゲストはアルコールできます。ありがとうございます。すごい、ここが会場に到着ですね。はい、はい、こちらテラスになってますね。素敵ですね。なんか割とこう木目な感じの雰囲気ですね。はい、テラスの会場のコンセプトがみなとみらいのベイサイドのレストランをイメージした会場になっているので、うん、こう木目の温かみがあるアットホームな会場になってます。うんうん、なんか私がイメージするアニベルセル様ってこう割とこう 白が貴重でこうキラキラしたような印象があったんですけど、はい、全く雰囲気違いますね。ありがとうございます、うん、もちろんそういった会場もあるんですが大人っぽいちょっとカジュアルな会場も
みなとみらいは多く取り揃えさせていただいているので、一度見に来てほしいです。すごい、もうハムが美味しいってめちゃくちゃ来てますね。甘辛ハムですね。ありがとうございます。ウェルカムパーティー中にそういった演出も、あ、そうなんですね。目の前でスライスしてくれるような演出もあります。ありがとうございます。ヴィラの方々がすごいメゾン初めて見たので新鮮っていうコメントがたくさん来てますね。全然雰囲気違いますよね。夜景もいいんですね。ありがとうございます。すごい素敵で、どの会場もお外に出ることが可能なんですが、テラスという会場もお名前の通り一番テラスが広い、外のテラスが広い会場になっているので、そちらもご紹介させていただきます。すごい、あ、景観が今日ね、風が強くなってきてるんですよね今ね。そうなんです、そうなんです。もしかしたら音が皆さんあれかもしれないんですけど、でも素敵。雨が降ってもここまでは屋根がついているので大丈夫ですし、うんうん、あ、これは夜景がすごそう。夜景もめちゃめちゃ綺麗です、これは綺麗だ。きっとこれもランドマークが目の前ですもんね。はい、もう目の前が。すごい。よくお友達同士で外に出て全身の写真ここで撮っていただいたり実際していただいてますね。これは呼ばれて嬉しい結婚式ですね。なので結構みんなでワイワイカジュアルに過ごしたいなーなんて方はテラスいかがでしょうか。うん、これこそ横浜、まさに本当そう思いますですよね。この景色を感じていただきながら、なおかつ外にも出れるのでいいですよね。これ披露宴中にテラスに出ること可能なんですか。あ、可能です。で、実際にここでデザートビュッフェなんかをしていただくことも可能なので、では続いてどんどんいきますね。はい、お願いします。はい、あ、では表参道の花嫁様も来ていただいてる。あ、本当ですか、ありがとうございます。ちょっとみなとみらいも覗いてってください。では3階のクラブですね。私ここのお部屋すごい楽しみにしてました。本当ですか。うん、結構大人っぽくてアニベルセルからあまりイメージできないようなシックな会場かなって思います。そうですよね。なんかちょっとお写真で見た時におおと思って、あ、すごい、こんな感じです。すごいですね、さすがやっぱり大人っぽい。ね、大人っぽいですよね。うんうん、ここはみなとみらいのスカイラウンジをイメージしている会場なので、シックな大人っぽい印象の会場です。すごい、花嫁様のもうコメントがものすごいたくさん来てますね。あ、本当ですか、ありがとうございます。うん、これからねお式をされる花嫁様だと、なんかこうぜひウェルカムスペースのあのイメージもつけたいなっていうようなコメントも来ていて、ね、本当にこの洗練された感じが素敵ですね。はいはい、ありがとうございます。でさっきナイトも素敵そうっていうお声もあったと思うんですけど、うん、ちょうど今皆さんいて見ていただいている上の写真だとナイトウェディングのここですね、イメージのお写真になるかなと思います。これも夜の先ほどの景観が全部窓から独り占めな感じで見れるんですよね。はい、きっと一望できます。すごいたくさん見ていただいてる、ありがとうございます。ちなみに、先ほどの披露宴会場の人数と、はい、こちらの披露宴会場のあのご人数様大体どれぐらいかお伺いしてもいいですか。 ありがとうございます。どちらもおおよそ 5,60 名様ぐらいから、広い会場なので、うんうん、多い方でしたら100名前後ぐらいまでご案内することも可能です。なるほど、もう50から100だと本当にほとんどの方が入られる人数なので、割と自由に使っていただけそうですね。そうなんですよ。うんうんうん、でこのクラブという会場はプロジェクションマッピングって皆さん聞いたことあるかなと思うんですが、うん、ちょっとお写真ですね。
見えますでしょうか。見えます。こんな感じで壁全体を使っていただく。本当だ。プロジェクションマッピング。幻想的ですね。という演出も、はい。なるほど。できます。花嫁様からもたくさんおすすめですよっていう言葉をいただいてますね。本当ですか。ありがとうございます。素敵。上は鏡ですか？はい、ちょっとミラーになっているのと、ミラーっぽくなってるんですね。はい、うんうん、あとはちょっと小さい、なかなか珍しいライトのようなものがあるんですが、うん、シャンパングラスの泡が弾けたような、うん、あのイメージでご用意してます。なのでご新郎ご新婦様が、ちょっとお待ちください。大丈夫です。すいません、イヤホンが取れてしまって、とんでもないです。見えますかね。はい、入場するときに全体の電気を消して、ここだけついてると、こんな幻想的な、ちょっともうこう星が降り注いでるような、ラプンツェルのような世界観ですね。本当に。なので、うん、そういった印象もある素敵な会場です。なんかこうシャンデリアの空間もね素敵ですけど、またこれは違った味わいがありますね。はい、素敵です。大人っぽいですね。はい、あとはテーブルコーディネートなんかも、うんうんうん、今あのアニベルセルみなとみらいではトレンドコレクションといって、はい、テーブルクロスやランナーだけではなく、シルバーやちょっと黒っぽい透明のグラス、見えますでしょうか、うん、見えます。珍しい。こういったところも、はい、自由に選んでいただいて、はい、コーディネートが叶うので、またクラブという会場でもコーディネート次第で全く違った印象になるかなと思います。何かこうあれですね、一度あの、はい、お友達とかのパーティーに呼ばれても、会場ももう7つありますし、コーディネートも全く違いますし、はい、ましてお部屋の雰囲気も全然違うので、何度呼ばれても新鮮な結婚式場様ですね。そうなんです。同じ会場でもテーブルコーディネートや、あとはお二人のこだわりポイントによって結婚式の内容が全然違うので、そういったところもお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。ぜひちょっと高砂まで行っていただいて、あの高砂からの景色見せていただいていいでしょうか。 ありがとうございます。ちょっと移動します。皆さんここに座られます。今延期されてる方も1年後にはきっとここに座っているので、皆さん楽しみにしてくださいね。楽しみにしててくださいね。素敵ですね。こんな感じの景色ですね。ありがとうございます。本当に星降る感じの照明で可愛らしいですね。可愛いですよね。私もすごく好きな会場になります、うん、ありがとうございます。はい、では、はい、今フォレストメロンの会場をご紹介させていただいたんですが、はい、ここからですね、ヴィラの会場にちょっと移動したいと思います。ありがとうございます。両方見せていただけるんですね、今日。はい。ちょっと今日はショートカットをして移動できたらと思うんですけれども。うん、はい。で、実は今、メゾン側の会場、クラブ、うん、テラス2つご紹介したんですが、はい。はい、今日残念ながらご紹介できなかった4階5階はですね、少人数の皆様向けにご用意をしている会場があります、うん、今ちょうどお写真写させていただいております。この景観少人数で使えちゃうんですか。はい、一番少ない人数ですと10名様のご結婚式なども、すごい、はい、テーブルのレイアウトなどをちょっとこう変えてご案内をしているので、ぜひぜひ見に来てください。これ今コロナの影響でね、ちょっとこうね、小さい結婚式にしようかなっていう方にはぴったりですね、はい、そうなんです。ご希望もたくさん多いですし、うん、実際アニベルセルって聞くと人数多くなきゃダメなのかなって思ってらっしゃる方も多いと思うんですね。はい、なんか、うん、そういうイメージがあります、ね、そうですよね、うん、なので私たちの会場はこういった少人数の方向けのお部屋もご用意しております。ありがとうございます。もう皆さん早く早くと。すごい。ありがとうございます。すいません、もう
ちょっと頑張って急ぎますね。すいません。ありがとうございます。はい、で、ショートカットしまして、今ですね、はい、こちら、ビラのラウンジに。はい、ビラに来ました。ビラファンがすごいです、また。ありがとうございます。海のテーマなので、客船の中の、ちょっと豪華な華やかなイメージの控え室になってます。また全然雰囲気が違いますね。違いますよね。では、皆様、お待ちかねだと思いますので、いよいよ、チャペルへご案内させていただければと。音が違いますね。本当ですか。聞いてます、声が。はい。では、ご神父様のご入場です。素敵。わー。さすがですね。あ、もう、キャーの声が溢れてます。すごい。もう圧巻ですね。この前の、目の前のステンドグラスといい、この白い雰囲気といい、荘厳な雰囲気が漂ってます。そしてこの結構な天井高ですね、本当に。音が響くような。そうなんです。今、実際中にいる私の声も響いているんですが、天井もとても高く大きなステンドグラス、そしてロイヤルブルーのバージンロードというのが、やはりアニヴェルセルの特徴ですね。私今ちょっとメゾン側のチャペルのお写真をここですね、こちらに、ご用意させていただいたんですけれども、はい、メゾンとビラはすごく大きな雰囲気の変化があるというよりは、ちょっとこう柱のあしらいとかが違う印象ですかね。そうですね。お写真で皆さんに見ていただいているメゾンのチャペルはちょっとこう唐草模様なんかが施されていたり、木のぬくもりが感じられる温かみのあるチャペルになりまして、こちらのビラのチャペルは柱が両サイドにしっかり あるので、大きさは実は全く同じなんですが、そうなんですね。同じロイヤルブルーのチャペルでも2つのテイストから実は選んでいただくことができます。こちらバージンロードの長さって、まあ、私それで何メートルって言われたところでちょっとしっくりくるかわからないんですけど、ありがとうございます。長さがですね、うん、はい、あの22メートルですね、うん、かなり長めですね。かなり長いです、うん、ご神父様のドレスもとっても綺麗に入るかなと思います。あの本当たっぷりしたこうトレーの長いドレスがよくあの映えてるお写真を見ることがあるんですけれども、まさにっていう感じですね。はい、正段の高さもしっかりあるので、後ろのトレーンが長いドレスをお召しになる方も多いかなと思うんですが、とっても綺麗にお写真に映えます。素敵です。そしてやはりアニヴェルセル様といえばこの青の絨毯ですね。そうですよね。ロイヤルブルーがとっても素敵です。 ありがとうございます。はい、では挙式が終わりましたら、いよいよフラワーシャワーのシーンとなりますので、この扉の向こう側には皆さんの大切なゲストの皆様がずらっとお花を握りしめて待ってくださっておりますので、当日はですね、カリオンの鐘という本物の鐘がもうカランカランとなりましたら、扉が開いて音楽が鳴って出発となりますので、ちょっとこちらご覧いただければと思います。はい。では、お願いいたします。わー、すごいですね。あ、上に窓も。そうなんです。ありますね。天窓がついてますので、実は雨が降っても気にせずにできる全天候型のフラワーシャワーの会場になっております。すごい。そしてやはりこの景観、すごいですね。もう港未来を一望できるロケーションです。こっちはビラ側なので、海のチャペルなので、お天気が良ければデッキまで、外の奥まで来てもらって、この景色を一望できるようになってます。なるほど、すごい。今最近家にずっといるので、これだけで嬉しくて仕方がないですね。ちょっと港未来観光を味わっていただいて。ありがとうございます。すごいな。やっぱりこのフラワーシャワーできたり演出できたりっていうのが、もうあの全天候型でやれるっていうのは本当に強いところですね。
そうなんです、うん、なので、うん、その最初にお伝えしたスタッフの声を反映したっていうところでも、本当にどっちのチャペルでもどんな天気でもこのフラワーシャワーのシーンってとっても素敵なシーンなので、本当に、ね、皆様に、ね、はい、叶えていただけるようにご用意をさせていただいている形になります。今ちょうどあの大雨のお披露宴だった卒花さんから、はいはいはい、ここでやったフラワーシャワー雨の中でもすごい明るくてよかったですってコメントが来てました。今ありがとうございます。曇ってても雨でもガラス張りなのとても明るくなりますね。安心できますね。で今見ていただいているのが、うん、メゾン側のチャペルから出た景色になります。はい、ここも天井が屋根があって、うん、フォレストメゾンのちょっと緑が感じられる雰囲気で、またこちらも違うテイストになってますね、うん、海と森悩んじゃいますね。ね、そうなんですよ、皆さんどっちがいいですか？難しい、本当に難しいですね。どちらもすごく大人な雰囲気で落ち着いてるけれども、こう海のね白いホワイト感と森のこう、はい、緑と茶色のこうブラウンのいい感じが難しいな、悩ましいですね。これを悩んでいただくお時間もすごく楽しいかなと思います、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。ではヴィラの会場ですね、ご紹介、はい、楽しみにしていただいている方もいると思うので、はい、できたらと思うんですが、今日ご紹介するのお一つですね、スイートという会場になります、うんうん、はい、すごい、もう皆さんのご意見が、私は、はい、私はメゾンっていう、あ、本当ですか、ご意見がどっちがいいですかね。そうですね、本当悩みますね。あ、スイートのお部屋来るかな。スイート入ってきました。来ます、来ます。でスイートという会場は、あ、もうすでにすごい花嫁さんも憧れの階段入場というのが叶う会場になってますので、ちょっと皆さんに今日は階段入場をしていただいている気分を味わっていただければなと思います、うんうん、上からご紹介します。素敵ですね。こんな感じです。わー、すごい、見えます、皆さん見えますか、かわいい、すごい天井高高いですね。そうなんです。なんかでも私もっと甘いのかと思っていたけれども、はい、あ、本当ですか。違いますね、なんか大人かわいいですね。大人かわいい感じですね、うん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 、すごい天井高、本当に高いですね。そしてまた照明が素敵、キラッキラのシャンデリアですね、うん、でヴィラの会場は一軒家タイプの会場なので、うんうん、今皆さんからお声があるように、はい、とても天井も高くって、あとは華やかで、ちょっとこう可愛らしい、そうですね、憧れを叶えるというような会場で、うん、私もとっても大好きな会場です、うんうん、可愛らしいですね。すごい、本当にもうなんかこう憧れていたプリンセス像のお部屋がすごい近いですね。で、その壁がピンクっていうわけではなくって、うん、カーテン、うんうん、でしたりとか、うん、あとはこういった壁紙とかもちょっとこうおしゃれなテイストになってますね、うん、でテーブルコーディネートはさっきご紹介した通り自由に変更ができるので、割とこの私の横にあるお写真のクロスよりはちょっとこうワントーン濃いめのピンクなので、そうですね、また大人っぽいですね、うん、大人っぽい雰囲気ですね。ピンクとか可愛いのがお好きな方は、うんうん、ちょっとお花とか装飾で頑張ってお金をかけて華やかにではなく、もともとあるものでも十分にその憧れを叶えられるんじゃないかなと思います。ちなみにこのスイートのお部屋の人数が今もう錯綜しているのですが、だいたい何名ぐらいからご使用いただけて、マックスだとどれぐらいいけますかね。はい、ありがとうございます、はい、こちらの会場大きめの会場になっているので、うん、
60名様、70名様以上で、うん、まあ、100名様とかぐらいですね、もう一人使っていただけるような会場になってます。ありがとうございます。すごい。カトラリーちょっと寄っていただくことできますか。あ、はい、こっちカトラリーお願いしていいですか。これゴールドですね。あ、そうなんです。ゴールドとシルバーから選んでいただくことができます。ね、すごい。見えます？ゴールドのフォークスプーンね。見えないですよね。いつもね、普段はなかなかこれないので。珍しいですね。あと、こういったプレートもおしゃれな。うんうん。感じで。おしゃれですね。選んでいただく。これも選んでいただけます。うん、選べるんですって。最近からなのかな？最近からなんですかね。なるほど。ちょうどね、クロスの色とあのゴールド合いますね。すごい、ゴールドおしゃれがもう、ね、色すごい。私もおしゃれだと思う。本当に素敵ですね。はい。すごい素敵ですよね。うんうん、なので、こういった好きな、あの、好きな会場を選んでいただきつつ、うん、コーディネートも楽しんでいただけるのが特徴かなと思います。ありがとうございます。ちなみに今高砂の方までこちらのお部屋も行っていただくこと可能ですか？あ、大丈夫です。ありがとうございます。高砂の。はい。ありがとうございます。このお席はね、本当にあの式場に行ったりとか、あの実際上げていただく方しかなかなか見れない絵なので、ぜひと思ってお見せさせていただいているんですけれども、はい、下から見るとすごいですね。階段も長いので、これはすごいどの位置にありますね。あの先ほど階段にあのチュールをあしらいましたっていう花嫁さんもいらして、またそれもすごい可愛いでしょうね。素敵ですよね。可愛いチュールの方もいれば、緑なんかを使っていただく方もいれば、そこはぜひ、うんうん、あの専属のフラワーコーディネーターとあのご相談いただければなと思います。ありがとうございます。もうちょっと質問がすごい量ですね。あ、本当ですか。今日拾えないかな、ごめんなさい皆さん。本当にあのそしてね、他のバンケットもね、会場も見たいですよね、本当に。すいません、なかなか1時間で、ね、今日は残念ながら3つということだったんですが、申し訳ないです。あの本当にたくさん質問がねちょっと来ているので、ぜひあの、はい、質問も答えていくような形にした方がいいですかね、はい、皆さんね。そうですね、もうバンケットも見たいし質問もしたいしで申し訳ないんですが、ぜひ、はい、じゃあちょっと質問タイムに入らせていただければと思います。ありがとうございます。じゃあ今から質問タイムなので、皆さんぜひぜひあのお伺いできればと思うんですけれども、あのお料理があの表参道の時もすごく評判が良かったんですけど、お料理ってどんな感じでこうセレクトできるんですか？あ、お料理ですね。はい、はい、ありがとうございます。実際に結婚式の3ヶ月前に披露宴会場で模擬披露宴形式でお料理をフルコースで食べていただく大きなイベントがあります。その中でお二人がご興味を持ってくださっているコースをご試食していただいた上で、あの決定していただくことが可能です。ありがとうございます。はい、あとあの結婚式の曲、あの挙式の曲は選べますか？あ、卒花さんが選べますよって言ってくださってます。あの曲の曲は選べますか？音楽をあの、はい、挙式中の音楽ですかね。挙式、披露宴とかですかね。パーティーかな。ですかね、うん、パーティー中の音楽も、はい、自由に選んでいただくことが可能です。うん、ありがとうございます。はい、あとは、フラワーシャワーとはまた違って、コンフェッティのシャワーを希望される場合って可能ですかっていうご質問が来ております。ありがとうございます。コンフェッティはちょっと難しい形にはなっているんですが、なるほど。ただ、はい、ただ今までフラワーシャワーのお花以外にも手作りの可愛いこうリボンだったりとか、リボンシャワーお花にですよね。そうです、混ぜていただいてやっていただいた方はいらっしゃいますね。うん、ありがとうございます。はい、すごい、もう質問がですね、私が拾いきれなくて本当に申し訳ないです。ドレスたくさんありがとうございます。ドレスの質問が多いのかな。ドレスは皆さんどんな感じでどう、はい、
提携、そうですね。どこのブランドから選べますか。多分きっとたくさんの、あれですよね、ドレス選べると思うんですけど、はい、ドレスの選ぶタイミングや持ち込みとかのことについてご質問が来ております。ありがとうございます。まず、ドレスに関しましては、2社、まず提携がありまして、はい、高見ブライダル様とフォーシス&カンパニー様の2社と提携となっております、うんうん、もうすごく大きなドレス屋さんですね。そうなんです、うんうん、もう本当に1000着以上の中からあの全国で選んでいただけますし、うんうんうん、あとは打ち合わせのタイミングでしたっけ、うん、打ち合わせのタイミング自体は半年前からドレスのご試着が始まるので、そこでぜひ高見ブライダルもフォーシス&カンパニーもあのどちらも行っていただいて、もうドレスは、ね、選んでいただければと、はい、本当ですよね。ドレスはもう満足いくまで着るのが一番だと私も思うので、はい、あの自分がね思ってたものと着たものって全然雰囲気違いますよね。そうですよね。中にはご友人でしたりお母様なんかと一緒に来ていただいて、うん、でこちら、うん、回数の制限もございませんので。あ、そうなんですね。はい、何度も着ていただいて運命の一着にあの出会えるまで探していただければと思います。ありがとうございます、はい、ちなみに、挙式披露宴を挙げられた方が1年後とか、まあ、例えばこう周年とかであの戻ってこられることってできるんですか、うんうん、ありがとうございます。こちら最初にお伝えしたあのカフェ、うん、もちろんご利用いただくこともできますし、うんうん、はい、アニベルセルでは実は記念日レストランというのも開催を、記念日レストラン、はい、しております。なのであの半年後とか1年後とかもっと経った後にお子様とかとも一緒に来ていただいて、パパとママ、いいね、ママが挙げた会場で思い出に浸りながらお食事をしていただくようなイベントもあのご用意させていただいているので、ぜひ皆様、素敵ですね、はい、もう記念日レストラン早く行きたいっていうコメントがすごくたくさん来ております。本当ですか。もう早くコロナが収束して、ね、本当ですね。お待ちしてます。はい、あとは、一番大きな、人数、一番大きなのパーティー会場での人数はどれぐらいまで行けますかっていうコメントが来ております。たくさん呼ばれたいのかな。いいですね。はい、数一番大きな、はいはい、一番大きなバンケットにどれぐらい入りますかっていうご質問です。人数様ですね。ありがとうございます、はい、人数様は120-130名様までご紹介ができるようになってます、うん、ただ会場によっては例えば今のスイートという会場でしたり、うん、あとこちらのビラ側のオランジェリーという会場でしたら、うん、150名様ぐらいまであの入れる会場もありますので、大人数様でパーティー検討いただいている方用の会場もしっかりあるのでぜひご安心ください。ありがとうございます、はい、もう記念日レストランが楽しみ、はい、こう本当に記念日レストランはでもあれですよね、挙式をされた方が招待されるイベントですもんね。特別なイベントですね。お知らせをさせていただいております、うん、スタッフもすごく皆様にお会いできるの楽しみにしております。ありがとうございます。あと少人数の会場を少しご紹介いただけないですかと、はい、いう質問が来ております。ありがとうございます、はい、少人数の会場が、うん、先ほどあのお写真で移動中に見ていただいたペントハウスとジュエルという会場になります。ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、ちなみにあの少人数で先ほどのようなあの景観をこうバーッと独り占めできるようなのはなかなかないので素敵ですよね。そうですよね。そこをあの気に入っていただいていらっしゃる方も多いかなと思います、うんうん、ジュエルというのは少人数の方の中でもちょっと可愛いキラッとした素敵感じの会場です。このあのラウンジもこんな感じで広々してます、うんうん、あ、ラウンジすごい広いですね。はい、すごい。なんかあの今スイートっていうご紹介いただいた会場がお好きな方とかでそこまで人数はちょっと呼ばないんだけどなっていう方はジュエルぴったりですね。バッチリです ね、すごいおすすめの会場になります。外に出れますし、かわいいジュエル、うんうん、かわいらしいです。なのでキラキラとかちょっとかわいらしい雰囲気が好きな方はジュエルがおすすめですし、あとは外に出れるのいいですね。そうなんです。うんうんうん、あともう一つさっきあの見ていただいてちょっともう一回お見せしますね。ペントハウスっていう会場、
こちらです。こちらもね、本当に港未来を一望の景観で。あ、そうなんです。ありがとうございます。リヤドが人気なんですか？リヤドね、ずっとさっきからリヤド花嫁さんが、一定にずっとリヤドと、コメントをいただけていて、今度ぜひリヤド見せてくださいっていうのが来てますね。ありがとうございます。わあ、すごい。リヤドすごい。こちら、ビラ側の会場になっておりまして、かわいいですよね。ちょっとピンクではなく、うん、水色がのチープになってます。天蓋みたいな、こう何ですかね、上からの。こちらがお二人のメイン席のところが、うん、後ろがちょっとこう、カテのような形に。素敵ですね。もう、かわいいですよね。飾らずとも、もうこのお部屋だけが全部。そうなんですよ。あ、リアドはアリエルみたい。なるほどね、確かに。港感すごいですね。わかります。すごい伝わる。なるほど、なるほど。皆さんあれですね。お部屋でファンがつくんですね。そうなんですよね。すごい。ちょっとお時間の関係でちらっとしかお見せできないんですが、こういったスイートには可愛らしい前室がありまして。すごい。ここで。すごい、ここのソファーの後ろすごいですね。そのよう。可愛いですよね。ここでドレス姿で写真撮っていただきするといいかなと思います。これはすごい。素敵です。あ、もうめちゃくちゃやっぱり素敵ですよね。わかります。たくさん写真いっぱい撮ったって。あ、本当ですか。すごい。ありがとうございます。すいません。ご質問タイム中に。とんでもないです。もう本当になんか、はい、皆さんのコメントもすごいですし、あの、卒花さんがどんどん答えてくださるので、はい、あ、本当ですか、皆さん、ご協力ありがとうございます。あの、プレ花嫁の皆様も、ぜひね、個別で相談という形で、質問にも答えさせていただいてるんですよね、今ね。あ、そうですね。うん、うん、うん。今これ、多分私、ほぼ質問ちょっと取れなくて、量が少なくて。ご質問ある方って、この後どうしたらいいですか？ありがとうございます。実際にアニベルセルでは今、お電話とオンラインでご相談会をさせていただいておりますので、もし、パソコンがある方だと、こう顔を実際見ていただいて、オンラインでご説明もさせていただいておりますので、うん、スマホでもできるんですかね、はい、あ、スマホでも大丈夫です。大丈夫かな、はい、了解です。そうしたらちょっと皆さん本当にごめんなさい、和装のご質問もいっぱい来てるんですね。和装もできますかっていうご質問が。和装もバッチリです。とっても綺麗なので、ご安心ください。大丈夫だそうです。皆様ご安心ください。本当に今日ギリギリまでちょっとご案内いただいたんですが、なかなかすいません、もうコメントも質問もものすごい量で、もう視聴がですね、大体300、400からずっと落ちずに、はい、皆様見ていただけてるの で、ね、本当に大人気の式場様なんだなというふうに思いました。ありがとうございます。全部本当にお見せしたかったですね。ありがとうございました。はい、本当にもう全部本当は見ていただきたかったです。せっかく今日皆さん見ていただいていて、まあ質問もですね、ちょっと答えきれない部分たくさんあったと思うんですけれども、アフターコロナの際に、ぜひ、もう自分の目で確かめていただき、金井さんの、アテンドを、ぜひ聞いていただけると素敵かなと思っているので、今回、ご来店いただくお客様に向けて、素敵な特典をご用意いただけたということだったので、ぜひお願いできたらと思います。まず、特典からご案内いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、特典はですね、アニベルセル港未来カフェのですね、5000円分のカードをプレゼントできたらと思います。ありがとうございます。こちら、本当にごめんなさい。卒花の皆様とか、はい、式場がすでに決まっていただいているお客様への特典ではないんですけれども、今、本当にコロナの中で、なかなか準備が進められずに、ちょっとこう、苦しい思いとか困ってらっしゃる花嫁様に、ぜひと思ってこちらの特典をいただいております。アフターコロナの際には、ぜひ合言葉を言って、来館していただいたり、ご予約取っていただけるといいかなと思っておりますので、ぜひ、はい、合言葉の発表をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。合言葉は港未来ウェディングです。皆さん聞こえました？大丈夫ですか？もう一回言っていただきますか？はい、はい、もう一回お願いします。合言葉は
みなとみらいウェディングです。はい、ありがとうございます。みなとみらいウェディングです。ね、来年あげる方とかね、延期になってらっしゃる方も、はい、今日たくさん見ていただいていたと思います。家にいてね、一人でいるとなかなか不安な気持ちになってしまったりとか、大丈夫かなって皆さん思ってると思うんですけど、本当にプランナーの皆様も楽しみにね、待ってらっしゃると思うので、ぜひね、はい、最後に皆様に向けてメッセージをいただいてもいいですか？ありがとうございます、はい、多分今見ていただいている方もこれからみなとみらいでアニベルセルみなとみらいで結婚式控えていただいている方も多いと思います。でとってもとっても不安なこと多いと思うんですが、お電話はですね今12時から18時まで、うん、回線をつなげておりますので、どんな些細なことでもいつでもスタッフにご相談いただければと思いますので、嬉しい、一緒に頑張っていけたらと思います、うん、あとこれから見学を希望されていらっしゃる方、もう今から動き出すことができずもやもやしていらっしゃるかなと思うんですけれども、今はオンラインなどの相談をさせていただいているので、コロナが収束したらぜひお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。本当にね、金井さん含めスタッフの皆様の愛が伝わるメッセージだなと思っております。花嫁さんもぜひ元気に金井さんに会える日を楽しみにしていただけたらと思います。はい、本当に名残惜しいんですが、今日はアニベルセルみなとみらい横浜から中継をつながせていただきました。たくさんまだ本当に今もずっと質問来るんですね、もう本当ですか。スタッフの皆さんも体に気をつけてくださいっていうメッセージが来ております。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ではみなとみらい横浜の金井さん、ありがとうございました。またぜひ、はい、ありがとうございました。第3弾第4弾とご中継つないでいただければと思いますので、はい、楽しみにしております。よろしくお願いします、はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。